はい、どうも皆さんこんにちは、カズバンでございます。さて今日はね、札幌に帰ってきております。これ見える？これ東区最大級のドームでございます、札幌ツドーム。そしてこの何もない広大な土地は、農村地帯及び、こちらの方ではですね、岡玉空港ということでね、空港がございましてですね、これ目の前は実はで滑走路なんでございますね、滑走路で、というね、札幌案内は、さておきね、今日はお車案内でございまして、最近なんかね、車運がいいのか、いろんな車に乗ることになっておりまして、今日ご紹介したいのはこちらでございます。じゃん。キャンバス。何これ、このツートン。何色っていうの、これ大体。これ何色っていうの、俺わかんない、この色の名前。黄土色？ミラーマル。ツートン。すごいね。こちらのね、乗り物はでございますね、ちゃんとスライドドアになっておりまして、ピコッとやるともうすごい足元空間なんてさ、乗ってみたけれども、これ足元広っ。本当にこの N ボックスとかさ、スズキのスペーシアとかもそうだけどさ、これすごいよね、広さ。後ろの席のほら、フックがついてる。フック、ここにね、マックス3キロになんか、買った食料品とか引っ掛けれんのかな。で、これ普通1個かなと思うけど、こっちにもついてるからね、これ。すごいよね、これ。で、お隣はドリンクホルダーに、これはスピーカーですね。すごいね。ここら辺はなんかすごい、もう、まあ中のスピーカーがこう、世界丸見えみたいな感じで。はいはいはい。窓はここまで開きますね。うんうん。で、ちょっともう一回外を見てみましょうか。後ろ側はどうなってると思います？ってか、なんかホイールまで可愛くないな、これ。ホイールまでこんな、まあ、これ多分、鉄筋ホイールにホイールキャップ履かしてるだけだと思うけど、このホイールキャップも可愛いね、なんか。これは女子受けするわ。はいはいはい、後ろもこんな感じ。可愛いね。オープン。シートもさ、これよく見たらあれなんだね。天骨の部分は青色で、なんか内側はこれね、ソファーっぽい色のファブリックな感じで。これ下ろしたらどうなんだろう。ドゥン。ドゥン。あー、真っ平らに。真っ平らではないね。ここでちょっとポコンとなってるけど、こんだけ広く。ねえ、本当にこれ前の席まで入れたら本当に、軽自動車ってすごいよね、本当。ここ内側には、こんな感じで下側も小物入れがついてて、あ、すごいね。もうギリギリまでいろいろ入ってる。だってこっち側は、はい、こっち側はこれ物入れになってるでしょ？これ物入れ。物入れになってて、ここら辺にこれは今ワイパーとか三角停止板とか入ってるけど、こんな感じになってる。こっち側にもあるよ、ちょっと。これで今シートが前側に出てね、これすごい前側に来たでしょ？前側に来たら多分ここを開いたら、ほら、このシートと後ろの隙間のここにまで、すごいよね。でもこうやって見てしまうとさ、本当にさ、ここの下なんてさ、もうガソリンタンクでしょ、絶対。ガソリンタンクの置き場しかないんだよ、ここの下っていうのは。だからもうほぼ箱なんだよね、もうね。この下、ここまでこれずっと何もない、この車内の空間があって、この下にきっと多分ガソリンタンクがあるんだろうけど、ガソリンタンクを入れたらさ、もうここの部分の下はガソリンタンクなわけでしょ。で、ブワーって見てさ、ずーっとここは室内わけでしょ。室内、オール室内。エンジンはって言ったら、これだけだよ。ほら、もう室内じゃない場所のギリギリのところから、もうこの天骨のここの部分しか、車としての、なんていうの、車としての部分がないってさ、ほぼ室内っていうか、ほぼ箱なんだよ、もう。N ボックスとかもさ、そうだけど。もうほぼ箱なんだよね。この車もそうだけど。すごいよね、このスペースの。だって車ってさ、ただの、家と違ってただの箱じゃないじゃん。乗り物でしょ？動く乗り物でしょ？動く乗り物なのに、動く部分の構造が全然ないっていう、すごくない？これなんか、なんて言ったらいいんだろう？ちょっと説明が下手くそすぎるかもしれないですけど、すごいなっていう、ただただ。で、この一個一個のこのね、シートを倒すとかこういう動作もさ、全部なんか軽いんだよね。女の子でも全然できちゃう感じのこの、全部が軽いのよ。はい、こちらが運転席でございます。はい、運転席こんな感じになっております。まあ、軽自動車だからね。ここら辺は全部プラスチックでございますけど、ちゃんと黒のプラスチックと白のプラスチックを使ってるから、なんか、ちょっとおしゃれに見える感じ？で、中に乗ってみると、おい！こんな感じでございます。
ここにはね、これオートってなってるんだよね。このこれ ミラーの畳む開くなんだけれども、これオートって真ん中にあったらなるから、オートの状態で多分きっと鍵を閉めると勝手に閉まるんじゃないかい。これが鍵なんですけど、鍵これ第8ボタンを押したら閉まるぞ。ほらオートで閉まる。ちゃんと何これ、軽自動車すごくない？もうこれちゃんとオープンする、すごいバッチリ。ミラーも自動で開け閉めですよ。で、このね、鍵も面白い。鍵ってさ、これ、ダイハツ面白いなと思った。ダイハツのマークが閉めるマークなんですよ。で、下のこの鍵開くボタンが開くボタン。で、これが押すと、あ、開いた開いた開いた。ほら、こんな感じで、ドアが開くよと。両側パワースライドドアだよ。すごいよね。で、はい、こちらの方を見ていくと、ここに、もうドアのね、オープンクローズのボタンがついてますね。で、ここが、電源ボタンになっておりまして、ここが、まあ、プリクラッシュセーフティのボタンだったり、これちゃんと四隅のなんちゅうの、ソナーがついてるんで、バックするときとかね、物にぶっかりそうになったら、ピッ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 ってちゃんと言うのついてるし、アイドリングストップもついてるし、横滑り防止機能も全部ついております。すごいよね、本当に。なんか軽自動車本当すごいね、本当にもう。なんか普通車買った僕がちょっとなんかバカみたいな気持ちになるぐらい、軽自動車すごいよね、本当に。あ、エンジン狩るとメーター周りはこんな感じです。これも可愛いよね、なんか可愛い、本当に。何このメーター、ちょっと吹かすけど、ほら、このメーターのなんかちょぽんっていう、このメーターの針も含めて可愛いよね、本当に。すごいなぁと思う。で、ここの、なんか上下エンターで真ん中のディスプレイが調整できるんですけど、なんかほら、アイドルストップ時間だね、車速だのなんだのって、いろいろ出てきますね。うん。こんな感じで、いろいろ出てくるような感じになっておりますよ。で、僕がね、実際今乗ってみて、あら、これいいんでしょうと思ったのは、こっちのボタンはね、まあこのナビがね、こう調整できたりするでしょ？上下の音量さ、上げ下げとかね、モードで音楽をね、Bluetooth にしたり、ラジオにしたりとか、電話に出たりとかね、なんかいろいろできるように、これはこことリンクしてるわけなんだけど、こっち側よ、こっち側。多分これグレードがちょっと低いんじゃないかなと思う。これいいグレードのやつになったら、ここにきっと多分さ、あれじゃない、自動運転のね、自動で運転してくれるやつのこう速度の切り替えとか、そういうのがここについたりするんじゃないかなとか、勝手に思ったりするんだけど、ここよ、これ、このパワーっていうボタンがすごい良くて、こう軽自動車ってやっぱり非力じゃない、こうブーンって走ってる時にさ、パワー欲しいなっていう時に、このパワーを押すと、パワーってなるのよ。パワーってなるのよ、ここ押したら。それがすごい心地よくて、なんか、パワーが必要な時にね、まあ、右足のアクセルでブーンって踏んでも同じことなのかもしれないけど、ここをポチンと押すだけで、例えば高速道路の合流とかね、追い越しとかね、ちょっと追い越してる間だけこれをポチッと押してパワーモードでブーンってやれば、なんかこう、床までアクセルを踏み込むっていうことにこう、慣れてない女性の方とかね、なんかこう、普段から優しく安全運転しかしてないから、こう、いざっていう時にこう、右足がこう、アグレッシブになかなか動かせないっていう方もいらっしゃると思う。そういう時にこれパワーをして、こう気持ちの自分のパワーにもスイッチを入れるみたいなね、この車のパワーにもスイッチ入れるし、自分のこのパワーで行くよ私っていうのにスイッチを入れるっていう、これがねすごいいいなと思いましたね。で、ウィンカーに関してはね、この近年のダイハツあるあるのこの行ったっきりのこの戻ってきちゃうやつ、この普通だったらここになってさ、曲がり終わったらプッて戻るんだけど、これはもうこうもう真ん中に現状復帰しちゃうような今時のやつになってますね。で、ライトの方もこれ新しい車ですからね。キルっていうのがなくて、このオート。基本的にはオートに来る感じね。オートに戻ってくる感じ。オートライトになっております。で、こっち側はワイパーでございますね。ワイプ。うん。後ろにもちゃんとワイプついてますから、ほら。やっぱこういうところもやっぱ女の人にとってはすごいいいところかなと思いますね。あとは下の方を見るとこれ、シートヒーターがちゃんと助手席も運転席もついてるんですよ。北海道冬寒いからね、このシートヒーターあるだけですごい、暖房よりもシートヒーターの方が温まりが早いから、北海道なんかだとすごいシートヒーターあるとね、ほんと寒い朝とかね、すごい便利なんですよね。暖気が終わる前にシートがちょっとずつ温まってくれるんで、ありがたい限りっていう感じでございますね。あとはこちらがエアコンでございますね。エアコンはまあなんてこう変哲もないですね。これよくあるダイハツの、
近年のダイハツの全部同じですね。このエアコン周りは、オートエアコンがついております。上を見上げれば、まあ必要最低限ですけどね。ナビが一応この車にもついてますね。ちょうどいいナビ。まあこれぐらいの大きさのナビだったら安いしね。今手に入れようと思っても。かえってここら辺をね、なんか純正オーディオとかにしてでっかくしちゃうと結構予算的にも高くついちゃうから、まあこの大きさのね、7インチだっけこれ。7インチナビ？うん、こんなのもすごいいいんじゃないかなと思っちゃったりしますね。で、ここがね、なんていうの、ここくぼんでてさ、これもういかにもスマホを置いてねっていう場所だよね。スマホをポンとここに置いて、まあ、Bluetooth で繋いどくもよしだしね、音楽聴きながらここにね、スマホポンって置いて、みたいな感じで使えるっていうのがすごいなと。あと、ここにはね、なんかこう、平らな机みたいな形状になってて、で、これね、運転席も、助手席も、これ、こっちのサイド、こっちのサイドに、ドリンクホルダーがついてるんですけど、さっき僕ね、ちょっとびっくりしちゃったの、これ。ドリンクホルダーの横にこれスイッチついてるの、なんかスイッチ。これ何のスイッチ？と思ったら、これね、あったかくなるんだよ、このくぼみの中が。このくぼみの中があったかくなって、あったかいコーヒーをあったかいままにしとけるって、こんな機能、何？普通車にもなかなかないよ、と思って、これは、ドリンクあったかボタンついてるんですよ、ドリンクあったかボタン。してこれが、運転席だけならまだしも、見て。助手席にもあんのよ、助手席にもこれ。ドリンクあったかボタン。何この至れり尽くせりの北海道にどうぞみたいなやつ。ほんと、ねえ、ありがたやーって感じで。まあ、中に、あとここにはサイン、グローブボックスですね。こんな感じで入れるとこついてたり。あと窓は、うん、これは、オート、フルオートではないですね。オートで開閉するけど、フルオートではない。あ、ここ見たら書いてあるね。運転席だけ A って書いてあるけど、運転席だけフルオートなんだ。はい、フルオートですね、確かに。窓は運転席だけがフルオート。あとは、普通のオートでございますね。すごいね。あ、ここに、なんか多分、シートベルトのマークつくっぽいですね、ここに。ここにシートベルトのマークついて、これが、あ、これは豆球ですね。普通に。はい、ここには、はい、鏡ついておりまして、助手席側にも鏡はついておりますけど、ライトはございませんね。鏡にライトはついてません。で、ここがね、ベンチシートになっててね、ベンチシートになってて、まあ、高さとかを合わせておけばね、これでね、カップルでね、ちょっとイチャイチャしたなんかしたりなんかしちゃったりするのかな、これでね。いいよね。軽自動車だからこそできることだよね、このベンチシートでイチャイチャね。素敵なベンチシート。あとは、ここに背もたれの部分にね、肘掛けついておりますけども、肘掛けもこれパカッと開くようになっておりまして、中にこれちょっと小物入れみたいなのついてね、ここにスマホ入れることもできますね。ちょっとした小物入れがついております。うん、素敵。あとは小物入れ系で言ったら下の部分に、これが、なんかちょっとした、まあドリンクも置けそうだし、ちょっとしたゴミ箱にもなりそうな、ちょっと、入れ物ありますね。あ、そうだ、さっき後ろ気になったんだよな、なんか後ろの席の下になんか入れ物っぽいのあったんだよな、さっき。ほら、なんか後ろの席の下にね、入れ物っぽい。あー、なにこれ。なにこれ。ついたてが外れたとき。いる？ついたて。どういう時に使うの？このついたては。なんかマックス5キロっていうことで、ここになんか物を置いたりできるみたいで、これがなんかついたてって書いてあるから、なんかここにこう、なんか置けるのかな？コンビニとかで買った食べ物とか置くのかな？こっち側も？あ、こっち側も同じだ。なんか小物入れが微妙な、ほんと、絶妙な深さの小物入れと、あと、ついたて。ついたては一体、ついたてはどうやって何に使うのかよくわかんないけど、ついたてもついてますね。はい、それでは走り出してみましたけども、すごいよ、本当に。この軽ね、さっき乗ったんだけどね、本当にね、本当にこれぞまさにね、至れり尽くせりとはこのことでございまして、よいしょ。本当にね、至れり尽くせりとはマジでね、このことと言わんばかりにね、まずね、まあ、動力はね、それこそ 660cc の軽ですよ。ただ、ほんとこうやって街中というかね、ほんと高速道路以外の場所を走る分には、ほんと今時の軽ってほんとね、これ以上何を求めようかっていうぐらいね、本当になんだか走っちゃうんですよね。本当になんだか走っちゃうから、必要十分であり、まあこれ以上いるのって言われたら、まあね、普通車の方がやっぱこの乗り心地は違うよね。乗り心地はやっぱり軽は軽自動車の乗り心地だなっていう感じはどうしてもするし、あとはやっぱこう、エンジン自体が非力なことは変わりないので、
青信号でこうスーッとね、加速するとき、なんかこの今みたいに巡航速度に乗ってしまえばもう、あとはアイドリングみたいなプーっていう2000回転ぐらいのね、静かな感じでシューって走ってっちゃいますけど、あとはもうね、加速のときだけ、加速のときだけこう、軽自動車だなっていうミヨーンっていう音がね、今出るけど、こういうね、なんかこう、ミヨーンって感じだよね、ほんと。高回転でちょっとうるさいみたいなね、ビヨーンって音はどうしてもなっちゃうけれども、あとはこれ巡航に乗ってしまえば、ほんと今1500回転ですよ。タコメーター見ると1500回転でもほんと滑るように走ってる感じ、うん、何の不便もございません、本当に。なんでまあこれでありね、さっき発信してね、この出てこない、さっき発信してね、この自動でこうドライブに入れてちょっと経ったらって感じでね、鍵も自動的に閉まったんですよ。鍵も自動的に閉まっちゃって、で何ソナー、パーキングソナーとかもついてて、ぶつかりそうになったらピピピって音も鳴り、あとはまあ、ね、これをこの車の場合はナビも取り付けてあるんで、バックカメラもついており、もうなんかね、言うことがないよ本当に。このキャンバスがさ、まあ、最上位グレードではこれないと思うんだけど、一体いくらするのか、まあ、200万ぐらいするのかな、今の軽自動車。まあ、200万払ったとしてもね、全然不都合ない。すごい。なんか、それに加えてね、この、ね、ドリンクあったか機能？ドリンクあったか保温機能みたいなのついてたりさ、シートヒーターもついてたり、あと、そうだ、さっき、内外装見てた時に言うの忘れたけど、ここに、オートブレーキホールドついてるんですよ。オートブレーキホールドだよ。すごくない？普通車だってついてないのたまにあるよ。オートブレーキホールド。新車で今買ったって。何？軽自動車なのにオートブレーキホールドついちゃってるって。まあ、オートブレーキホールド何かと申しますと、信号が赤の時にね、普通だったらブレーキをこう D に入れた状態で、ブレーキをこうずっと足を添えてこう、ブレーキ踏んだ状態でずっと待ってないといけないじゃないですか。それが、なんと、このオートブレーキホールドがついている車であれば、サイドブレーキが勝手にかかるんですよ。信号待ちしてる間に。今ちょっと目の前の信号は赤ですから、実際やってみたいと思うんですけど。はい、赤になりましてる。はい、減速します。はい、停止線の前で停止。はい、これで今オートブレーキホールドと、アイドリングストップも一緒に働きましたね。なんで、ほら、足をこうやって。何もつかなくても前に進まないし、普通だったらね、オートブレーキホールドがなかったら、これ足何もつかなければエンジンが再始動して、ブルーンってエンジンかかって、クリップ現象で前に進むんだけど、アイドリングストップも維持されてる、オートブレーキホールドで停止状態も維持されてると。すごいよね。はい、で、青になったから、今、アクセルを踏みました。アクセルを踏むと、オートブレーキホールドも解除されて、エンジンもかかり、発進できると。信号待ちしてるときにブレーキを踏んでいる必要がないという。やっぱこう、人間って一定の動きをさせられるとそれが結構苦痛になったりすると思うんですけど、こう信号待ちしてるときにね、ずっとブレーキを踏み続けるって、その一定の動きがストレスになったりすると思うんですけど、このオートブレーキホールドがついてれば、はい、また赤ですね。はい、また赤になりました。はい、停止線前で止まる。はい、アイドリングストップ入る。はい、オートブレーキホールドも入ると。これであとはもう、目の前の信号また青になるまで待てばいいと。なんて楽ちんなんざましょう。はい、これでまた発進。ただアクセルを今僕踏んだだけです。その状態でもアイドリングストップが解除されて、オートブレーキボルトも解除されて発進できる。最強じゃん、最強。ほら、また赤になっちゃった。これね、やっぱ街中だとこう信号にいっぱい引っかかりますから、このオートブレーキホールドめちゃんこ便利ですね。めちゃんこ、 目のちゃんこで便利です。これでもう発進できちゃうんだよね。で、なんか一昔前のオートブレーキホールドって、ちょっとこう発進するときにこう、もたつきというか、ブレーキホールドが解除されるのにちょっともたつきというか、なんか発進するときに、ふんがーってなったような、なんかちょっと微妙なね、フィーリングがあったんですけど、今はほんとすごいね。どのメーカーのも全然問題なく、オートブレーキホールド再発進も快適にできます。あとこの軽自動車のハンドルの軽い感じもいいよね。本当にこうやって街中を乗る分にはね、なんの不都合がない、本当に。まあ、普通車から一旦こうやって軽自動車に乗り換えた時は、それはやっぱりね、乗り心地とかね、あと発進加速の無イン音とかね、なんかちょっとやっぱりガチャいなっていう感じは、それはしますよ、軽自動車だもんだって。
ただね、こうやってもう小1時間もこの軽自動車に乗ってたら、もう何の不都合もなくなりました、僕。そりゃさ、クラウンとか乗ったら静かでいいけどさ、それクラウンに乗って静かでいいんだってさ、それもうちょっとこういう普通の車っていうか、これ軽自動車乗ったら慣れちゃうよ、もうそれはすぐに体が順応して。いやー、快適だわ。やっぱりコスパっていう面でも今まあ軽自動車も高いんだけど、軽自動車高いけどそれ以上に普通車の方が今もっと高いから、コスパっていう面で見てもやっぱりね、軽はすごいよ。やっぱ日本の運が奇跡というか、やっぱ基本的に僕も今回普通車買っちゃったけど、極論やっぱりね、日本で走るには日本に向いた車があるって、僕以前にも軽自動車結構欲しくていろいろ探してた時期とかがあって、いろんな軽自動車のレビューしてて感動してたんだけど、やっぱさらに深まるよね、ほんとね。日本人ってすごいなって思っちゃう。日本人のこのものづくりっていうの、ガラパゴス化された、まあ軽自動車なんて正直日本でしか売れないから、この軽自動車っていうガラパゴス化されたその企画の中で日本人が行うこのクラフトマンシップみたいなのって本当にすごいなと思う。あとここにこうやってスマホがポンって置けるこの台もすごいいいと思う。結構お気にかなって感じ。僕これもし買ったらここに絶対スマホ置く。この微妙なこのへっこみもいいもん。微妙なこのへっこみもすごいやっぱり、ただなんだろうな、この外の音はやっぱり軽自動車だね。なんか外の音は結構入ってくる感じがする。パワースライドドア、スライドドアの機械だからっていうせいももしかしたらあるかもしんないけど、やっぱり普通車、今時の普通乗用車でちょっといいやつみたいな、4、500万するような車と比べると、やっぱり外の音は結構入ってきちゃうね。はい、信号、青。パワーボタン。かなりいい音してますね。まあ、いい音したからといって、いっぱいスピードが出るわけでもないのが、ちょっと軽自動車の悲しいところなんですけど、まあ、ここのね、パワーボタンを押すことによって、今みたいなね、発進加速でもね、ブーンとこういける、ちょっとね、この車の持ってるポテンシャルの最大限を引き出しながらね、こう走っていくみたいなこともできちゃうよ、ということでございまして、今回はね、このキャンバスという、ダイハツのね、お車に乗ってみました。いやー、何回乗ってもやっぱね、最新の軽はね、素晴らしい。欲しくなっちゃう、本当に。最新の軽って本当に好き。最新の普通車はさ、なんかもういろいろできて当たり前なんだけどさ、軽自動車っていう枠組みで物事を捉えてる状態で、これを見せられてしまうとか、乗らせてもらっちゃうと、なんかもう、たまらないね。ちょっとまたしてもなんか動画がうまく送れなくなってきたみたいです。やっぱ360度動画って結構ね、容量使うからね。これ今180度っていうか、普通の平面で書き出し直しはするんだけど、取り付ける関係上ね、360度で撮影してるんですよ。まあ、もし360度動画で見たいという方がいらっしゃったらね、まあ、タイミング、もし上げれたら、サブチャンの方にでもね、上げようかなと思うんですけど、とりあえず、この動画自体は、普通に平面に切り出して送ろうかなと思ってるんですけどね、またこうやって言ってる間に、ちょっと止まっちゃったら困るんで、今日はこれぐらいで、勘弁しておきますね。もう、ダイハツの、キャンバスに乗ってみたという動画でございました。どうもご視聴ありがとうございました。これからもね、ちょっとまだまだ色々新しい車乗る予定がございまして、もし面白いと思っていただいたらチャンネル登録していただいてですね、ぜひご覧いただけたら幸いでございます。どうもご視聴ありがとうございました。じゃあの。バイ。こういう小道とかでもさ、やっぱ軽自動車ってマジで楽だよね、本当に。この見切りがすごいいいからさ、もう、なんか止まるからちょっとさ、止まれる止まって、その後はみ出してこう、周囲の確認して曲がるときとか、本当にギリギリまで前に出るから、すごい、見た目が本当に最高に。この運転のしやすさというか、この箱感があってさ、バックで駐車するのとかも超楽だし、あとこれ、エンジンブレーキかかるときもこれ、S と B とこれついてるよね。で、これ、普段はこの D で止まるのよ、この銀のボタンを押さないと。普通だったらなんか S とかまで落ちてっちゃう車が多いんだけど、この車はね、ちゃんとこの D で止まる、D で。D で止まって、それ以上下に下がるのに、これもいいよね。で、S とか B に落としたいときは、これ握って下げる。握って下げる。ほら。
okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.